広すぎて迷子なのこれ。俺過去にな、迷子になったちっこい人、日本人超バカやな。とりあえず表出ろ。表出ろ、とりあえず。表出ろ。あれやばかったな。はい、まあ、1階に来ました。あ、ステッカーとかあるんや。作れる、オリジナル作れるんや。ここやな、ステッカー作ってくれる店。なんかあの YouTube で紹介したの見たやな、これなあ。へぇー、いいよな、あいつがステッカー作ってインタビュー動画みたいなの撮ったもんな。うん、もろもろしてたよね。うぅ、ちょっと後ろ振り返ってるでしょ。いや、笑顔出してもらったよな。顔がちょっともう目が遠くを見てたから、お姉さんが疲れてきてる。回ってた。新人やから、土産一つ買うの新人やから。あ、ごめん、君となんとずっと手に取った。ごめんな。すごい、あの、ため息を我慢してるかもしれない。ごめんな、これ後で見て。すごいこういう顔してたから。すごいこういう顔してたから。おあのね、あなた見てないの、これすごい顔してたから。387。ほう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 ね。なるほどね。もっと入る。そうそう。OK か。もう俺の中からもうちょっとだけで負けてくれても全然 OK。で、これ負けてもらった分あれのチップ渡すよ。負けてもらった分チップやろ。そりゃそうよ。ゴムで。子供のゴム。負けてもらってチップ渡すというわけわからへん状況を作る。およそ1000円。髪留め1000円。OK、待てなか。振り外してもらったよ。これ読めるんかな？一回ちょっと言ってみよう。そうやから。さっきに、日本人好きですかって聞いて振ってからの方がいいんじゃない？フリーハグで何のこと？おー、そんな記憶ないわ。フリーハグで何のこと？いや、初めやもん、そのフリーハグで。ははは、散々こけてきたやつやな。おー、そう、見てない、見てない。おー、あ、新しいのがある、こっちのから。いいよ。あ、でも俺はゾウさんよりこっちの方がいいわ、正直。うん、まだいいと思う。ほんま？じゃあこれにする？うん、同じ値段？セームセーム。オッケーオッケー。オープンカー。笑顔引き出したな。ありがとう。スワイ。スワイ。超欲しくなってきへんけど。やばない、知ってる、ファーシルサプライズ知ってる？まあ名前ぐらいは。カナダの、カナダやったんだ確か。カナダかどうかはしたけど、ブランドの革やんか。まっちゃんがよう好きなやつやな。うん、多分だから普通にこういうスタンダードのやつで1万ぐらいやと思うね。うん、普通の値段で買ったら多分1万ちょっと、1万2000円とかなくさない。うん、で、これなんぼなん？驚きの850バースです。2700円ぐらい。もうだからおよそ3000円だ。うん、2円で3000円で、絶対買われへんって。うん、ちょっとめっちゃ気になるな、この黒。ほら見て、ほら、ロー、風船、サンベック、マッペース、チパトラ。
あっちやったら、うん、笑顔撮ってよかった言うとったやねんか。すげえ、どう、まあ、いつもと一緒そりゃそうなるよな、うん、すごいな。すごいな、ほんま。Excuse me. Excuse me. How much? 900円です。900。こっちの方が高い。かわいいからな。うん。このブランドらしい。ほんまに革かどうかしら。これ買おうかな。実際やったら一緒に買って安くしてもらおうや。1個で850やろ。うん。2個だったら多分もうちょっと下がるはずや、うん、どっち買う、どれ買う。俺はこれ狙いやねん。うん、プリーズ保ったおらい。 This one show you, that's not this one backpack, if you don't have it inside. うん、 Thank you. あーは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 ー。 Another year. うん、 Same size. Step.うんうんうん、3way って言うね、3way って Let's make it for you. This one is 900 and this one is 850 plus 900. で、900と850で何倍やったけど1900何倍やけど2個買うやったら1700ぐらいします。うん、こっからが、こっからバッツン出番ちゃう。ハイブランドって知ってんのかな。知らんねんけど、いいかなと思って。いや、いいよね。Hey, Mr. Please discount. How much is this?いろいろ買ったな。うん、いろいろ買ったな。いろいろ買った。いろいろ、まあ、いろいろ買ったな。ああ。体脂力に関してはやっちまったけどな。まさかの150バーツで買ったのに200バーツで下で売ってたっていう。まだ1階と3階で同じようなの売ってるけど、あれやな、店によってやっぱ値段ちゃうな。ちょっと違うな。うん、まあ、こんな感じで。何の知識もないから、これ緩い感じでやってます、うん、お昼これお昼1時かな。もう今12時45分ぐらい、うん、うん、これでまあちょっとまあ人いっぱいやってきたかなっていう。そうそう、で、あのな、マーブあのな、あのな言うたかな視聴者様、視聴者様あのな言うたかそれはあるわ。コンプライアンスの時絶対あかん、ダメ絶対。だから10時に開くねんけど、10時に来ても中の店ってあんま開いてないから、うん、11時ぐらいがちょうどいいかもしれない、うん、11時、12時ぐらいかな、選べたもんな、もう店を。11時ぐらいだったらもう大体開いてるから、それぐらいに来て、まあ、ゆっくり買い物してご飯食べてぐらいの気持ちで。いろんなお店あるから面白いし、はい、相性悪い人もいや相性いい人もいるし、値段も同じぐらいが全然ちゃうかったりするから。まあ、マッツ見てへん時にカメラ向けたら目が死んでる人もおったし、時間かけてゆっくり回った方が楽しい。